文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、もうすっかりね、もうベスティというね、形でもうそういう生活になって、本当にいろんな曲をね、リピートしまくって、Twitter とかインスタもね、たくさん見てね、それで情報とかを仕入れる感じになりました。もうそういう感じの生活が皆さんももしかしたらなってるかもしれない。というわけで、BE:FIRST の話ですね。おそらくサムネにしてあると思うのですけれども、まあ、超巨大舞台に出演ということですね。スーパーソニック2021です。はい。こちらの方に、18日と19日で行われるわけですが、18日の東京で出るというね、まあ、東京といってもね、場所としてはマリンスタジアムなので千葉になりますけれども、18日と19日でやる、で、まあ、東京と大阪でやるっていう形で、こちら出るわけです。で、オープニングアクトで18日に出るということですね。いや、これがだから結構急に決まったのかなっていうところもありますが、もちろんね、社長のスカイハイさんもいます。ただスカイハイさんも18日に出るっていうのは後々に決まったところだったりとかしまして、そこでインスタでそれをスカイハイさんが投稿した時に、19日の東京に出るキャリーパミュパミュさんとね、やり取りをしていたところも見ましたという感じですね。で、こちらの方、ニュースの方ですでに上がっておりましてですね、ジャパンビルボードのニュースに上がっております。BE:FIRST スーパーソニック2021に出演決定ということで、BE:FIRST が9月18日に ZOZO マリンスタジアムで開催される日本最大級のフェス、スーパーソニック2021東京公演にオープニングアクトとして出演することが決定したということですね。はい。いろいろと書いてありまして、 BE:FIRST からのコメントもあります。 BE:FIRST です。この度スーパーソニックに出演させていただき誠にありがとうございます。デビュー前にこのような大きなステージでオープニングアクトを務めさせていただくことになり、大変光栄に思います。素晴らしい出演者の方々と同じステージを盛り上げられるように全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。皆さんとお会いできることを楽しみにしていますということですね。はい。そうか、デビュー前でしたね。そういえばね、デビューライブ的な感じではあるが、デビュー前ライブ、まあデビュー前ライブってなんか変な感じだから、ライブをするっていう意味合いで言ったら、観客の前で、まあデビューライブって言ってもいいのかなと。まあ、ちょっといろいろごちゃごちゃしちゃうんで、デビューライブってことにしちゃいますけども、そういうことですよ。で、このね、一番最初に観客の前でやるライブが、スーパーソニック、マリンスタジアム、ドームというね、ドームっていうか、スタジアム公演というのは、むちゃくちゃすげえ話でございまして、これの意義というものをちょっと考えたいなって思うんですが、いろんなアーティストとかいますけれども、結局、デビューライブはどこでやったかっていうところっていうのは、いつになっても話題に上がるし、例えば番組とかに出演とかした時も、プロフィール紹介で、どこどこでデビューライブを行い、みたいな感じの紹介のされ方ってするじゃないですか。その時に、デビューライブ、スーパーソニック、ZOZO マリンスタジアム、むちゃくちゃやばいっすよね。で、私も千葉県に住んでいるので、その千葉でやってくれるっていうのも嬉しいですしね。だから、それっていうのは、すごい意義深いなと思います。そしてね、さらに意義深いのは、私、以前の動画で、要するに、まだ、BE:FIRST って名前が決まっていなかった頃なので、ザストボーイズって、暫定的に呼んでましたけど、ザストボーイズが、もしかしたら、スカイハイさんが出るスーパーソニックに、一緒に出るんじゃないかと、一緒に出るんじゃないかって予想をしてました。ところが、なんと一緒ではなくて、オープニングアクトで BE:FIRST として、単独で出るっていうね、ことになりまして、ね、本当に私の予想の、斜め上というかね、私の予想を上書きして、さらにいい風に言ってくれるなっていうところを常々思っております。で、前の動画、私がその時撮った動画でも言ったんですが、NiziU がですね、まあ、いわゆる観客の前で初ライブっていうことで、スーパーソニックではそちらの方が、まあ、話題になっていたりしたわけですよ。ただ、NiziU のファンの人たちからしてみると、なぜ単独ライブではないのかっていうところの話があったりとかして、だから不満に思っている人っていうのも結構多いみたいな話も聞きました。それで、まあ、NiziU は19日に出るので、まあ、18日の BE:FIRST とは被らないということになりましてね、そこをちょっとね、安心しましたね。まずその BE:FIRST が出るっていうふうに聞いた時に、なんかね、NiziU とね、会ってほしいってよりは、今の段階だと、ちょっと会うのが、リスクが高いなって思ったので、
要するに、彼ら彼女らに関しては何にもきっとないでしょうけども、まあ会ったこともないでしょうからね、何にもないでしょうけど、おそらくそのファンの方でちょっと変わった考え方を持ちやすい人がいる可能性があるので、そこでなんか変な風になってしまうのが嫌だったんで、だからその18日に BE:FIRST、まあ、オープニングアクトで出まして、で19日に NiziU が、NiziU はオープニングアクトではなくて、多分アーティストとして出るっていうね。まあ先輩ですからね。NiziU が先輩になるって思うとなんかすごいなって今思ったな。そうか、もうそういう時代か。時代っていうかそういう時期だよな。そう、NiziU もね、まあ、ボーイズグループとガールズグループで違うけどね。結局だってそうですよね。芸能界の序列っていうか芸能界で言ったら NiziU 先輩になるんだもんね。NiziU 先輩ってすげえな。何回言ってんだ同じこと。まあそんなこと思いました。ね。で、まあ、BE:FIRST をね、まあ、18日に出まして、まあ、20の話じゃないんでね、20は19日に出ますね。ね。で、それで、まあ、そこがぶつからなくてよかったなっていうところはあります。なんか変なことを考えるプロモーターとかだったら、あえてぶつけちゃって、何かしらのそういう変な炎上商法じゃないけど、そうぶつけちゃって、それによってなんか物議醸す感じの売り方しようとする人がいたら嫌だなって思ったから、まあそんな感じのことはね、しないでもらってよかったなと。まあスカイハイさんがね、18日に出るから、それはまあ当然そこに出るでしょうと。ね、本当はだからスカイハイさんの後ろでバックダンサーみたいな感じでやるかもって思ってたんですけど、まあその時コメントでバックダンサーじゃもったいない気もしますみたいなコメントもいただきましたが、まあ確かにみんな、だからおそらくそう思ったんでしょうね。そのプロモーターだったり、そのスーパーソニックの主催者の人たちが、どんな感じのやり方してるかわかりませんが、ね。で、BE:FIRST によって、それで、やっぱりね、このザストミン、あ、もうザストミンじゃないな、ベスティね。ベスティの人たちも興味持つだろうし、興味持つだろうしはいいけど、まだチケット取れるかな？ 18日土曜日なんだよな。ね。皆さんもね、ぜひぜひ、行ける方は、というか、前の動画でも、もともとコメントいただいた方がいらっしゃったんですけど、毎年、サマーソニックの、チケットを取ってまして、スーパーソニックのを取っておりますっていう形の話をね、くださいまして、その方ね、スカイハイさんが出るっていうことになって、すごい喜んでいらっしゃったんですが、BE:FIRST も出られるということになったら、これはもうね、さらに喜びが増すというところになりますね。はい、まあその意義としてですね、まあ、プロフィールとして、デビュー、実際にはデビュー前ライブだけど、一番最初のライブというのを、まあ、要するに、ZOZO マリンスタジアムで、スーパーソニックでデビューライブ、しかもまあ実質的にはまだプレデビューの段階でライブをするっていう、オープニングアクトとはいえ、そういう風にプロフィールとしてもう残るわけですし、でさらにはもうそれだけのもう超大量の観客の前でライブをやれば、ステージ度胸というのも7人すごいつくだろうなっていうところもあるじゃないですか。これというのもすごい意義ですよね。そうなってくると、その今後のいろんな活動をするときに、まあ、観客の多さ少なさっていうところっていうのは、実際ステージに立っちゃうとあんまり関係ないっていうような話もあったりはしますが、それでもやっぱりね、超巨大ステージで一番最初にやることによるステージ度胸のつき方というのは、それこそ半端ないんじゃないかなっていうことがあるじゃないですか。ね、クリエイティブ審査とか擬似プロ審査とかいろんなものを経て、7人の能力値というのはもうずば抜けているわけですけど、あとはその実際の観客の前でライブをするっていうのが足りなかったので、それがもうこの9月18日でもうクリアできるっていうところは、それもさらに意義深いなっていうふうに思いますね。そんな感じで BE:FIRST がマリンスタジアムでデビューライブをするっていう意義をちょっと述べさせていただきました。まあ私の個人的考察になります。はい、行ける方ぜひ行ってみてください。私もちょっとチケット行けんのかな、まず休み取んなきゃだけどね。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。